あのー、いろんな概念が今出てきちゃったということでですね、あのー、皆さん見ていただいてる方々が、もうわクワもう、大きくわかなくなってきちゃってるよっていうですね、ことにならないように、もう一度ですね、今考えてた筋道をですね、振り返ってみたいと思います、ここで。そうすると、こういうことだったわけですね。まず、この、漢という文字の、あのー、戦国時代に使われてた形が、 どういうい形で使われていたかっていうことを資料にあたたって調べましたでこの形が缶、まあ、を考える上であのこの3つがですねすごくあのキーになってくるということをまずあの認識してそれから水のこ,こっち側の,あの辺と作りで言えば辺の方でを,を簡単に見ましてそれから今度この部品を考えていったんですけれどもねその時にはやはりここに書いてある春秋板期と戦国板期とそこからしか缶はない。 こういった水という文字とこの文字あの辺と作りが作られてきた時代っていうのは大体春秋時代に大量に文字が発生してきて前あった文字をくっつけ合わせていったのであの増えたんですけどもだから「漢」という文字が いつ出てきたかって言ったら資料上はこの時期しかでなかったということでこの形を見る時にはまずこの春秋や戦国時代のこの形がどこにあるのかなって見てみた時にはこっちに行ってみますとねここら辺とかここら辺に似てるものがあるということでこの2つの候補をちょっと考えてみようという方に行ったわけなんです。ととここころがここの中でで見てみますとですね こんなにも字がもう青春の真ん中ぐらいでどん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 変わってってしまってるとこれもそうなんですもうどん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 変わっちゃってる困ったということでですねやっぱりあの文字の次元を探るっていう上ではですね古い資料であれば古い資料であるほどやっぱりいいわけなんですねどうしてもかと言いますと文字的になりよりも象形文字としての本当の何て言いますかね何をかたどっていたかっていうその本当の起源がですね生々しく刻まれているのが 最初の頃で後になるともう文字としてのもうなんちゃってみたいになってきちゃってね伝言ゲームみたいになってどん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 変わってなまっ,っていってしまうでそっちで考えるととんでもない間違いを引き起こしてしまうということで今度はこの2つの候補がそもそも何をかたどってたかっていうのをちょっと考えてみたいと思いますそう見ますとですねここのところにですね黒というのがありますよねそういう黒という字が見ますとですね これ似てます。ここ、今度は初期の甲骨文字の時代の時の類似性を今度考えて、似たものを考えて、そこからこの形、もしくはこの形が何を示してたのかっていうのを見ていこうという作戦であります。そういった時にですね、これと文字と、特にこの形と、この形は、ただ頭の上にこの U 字型かなんかコップみたいな水が入ったみたいな形、 これがあるかないかだけですよね。そうすると、これとこれは相当なんか似た概念なんじゃないかとか考えられるわけですよね。で、こっち側の方はですね、ちょっと問題があってですね、ある学者はですね、この黄色という文字はですね、嫌に関係あるんじゃないかと。よし、弓矢に関係あるんじゃないかという人がいるんですよ。そういう説がですね、本当にじゃあそうなのかどうかちょっと見てみますとですね、ここにですね、矢がありますよね。 あんまりこれについてはあんまり深入りしていくつもりなかったのでそんなに数少ないんですけどもこれとこれを見ると矢というのはこの下のところで少しあの分かれてこうなってるけどこれはすごく似てるんですけどねでもやっぱりこれは人の形よりもやっぱり弓矢の形をこれがや矢尻こっちが後ろの,あの羽ですよねでその形をしているでもこれはやっぱり矢では この形を見た限りではですね、これすごい似てるけれども、でも、あの、人の手と、あの、人型に見えるわけですよね。だからちょっと違うと。で、矢という字は今度は虎という字ですね。ネウシトラの虎。これとも似てるっていうことでですね、こっちは人の手みたいにあるしですね、かなり当時ですね、もう似たような、すでに甲骨文字の時代でも、もう文字当時のね、似た、もう本当に似てるような、 これとこれなんか本当に似てるし困ったなっていうようなことがあるけれどもあのちょっとこれは「や」矢という字とは結び付きにくいとこの形を見た感じでは人間違いなく人の形をしてますこれは4個はですね。というか考える。でかつここのある人はですねこういう形はですね「川」というですね、字に。 関係させるるんじゃないいいかっていう人もいるでも川の字を見ると甲骨文字の時代からもちょっとねこれ字の形があの参考までにということでちっちゃく下の方にあるだけなんですけどもあの字の形がね少しね違いますよ相当。だからこれともやっぱり結びつくという考え方こ,この辺は確かにこの辺で一本足になってしまい似てるかもしれないけれどもちょっと違うということでですね。 まあその辺りはちょっとあの参考までにというかこういう説もあってということで1つ話したまでなんですけどもそう考えるともうやっぱりこの人型の「台」という字ではあるんですけどもその「台」という字の人の形に何かしら腰についてるというふうに認識してこれは考えるべきであるもう一つはこちらは人の形がありましてねその今度は人の腰ではなくて頭の,あのヘッドの部分のところに 何かか輪っかっぽいいいものがついてるととそういうあのことで考えていくで黒という字も問題がありましてねここに参考までにちょっと書いたんですけれどもこの文字が本当は甲骨文字の時に黒だったのに最初ちょっと頭の部分がでっかくなってこうなって最後はなんか下が足のところが感度は先ほどのこっちと同じように火みたいになっちゃってなんか下から火を焚いて上で なんかあの煙が上がっててすすがついてだから黒いっていうようなですねちょっとね意味がねこれもうここから先週の初期から春秋の早期までこの間のところがねいってみればこっちで言えばこの辺の文字とこの辺の文字この間が抜けちゃってるんですけどもないというか文字の,あの,その例がないからどうしようもないんですけどもでも相当ですねやっぱり事件っていうのが理解がもうどん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 狂ってきちゃったっていうことが言えるのでもう 我々が考えられるのは、今これとこれとこれの文字に関係して考える、この3つについて考えようとするときには、甲骨文字や、あの、インの時代、中国で小の時代の金文を頼りに見ていこうと。で、あの、次にちょっと行ってみたいと思います。それでですね、今度、ここで先ほど言った、黄色という文字と金という文字と黒という文字。 この3つをもう次元言ってみれば次元というのは陰の時代もう一番古い形のこの漢字らたちが知られている一番古い原型でちょっと探ってみようというあの試みです。そうしますとですねそこだけちょっと抜き出してきたんですけどもちょっと詳しくあの見ていこうと思うんですけどもねこのね黄色という字 もともといろんな説があって、一つはですね、人がですね、ここに何か身につけてる形をしてますよね。ここにね。身につけてるものというのは別に真四角であってもう、この中にあれがあってもですね、一本棒があってもですね、何かしらをつけてる。これは一つあの説としてですね、考えられるのが、考えられているのがですね、言ってみれば、同意とかその、要するに衣服に関係するあの、帯のような、要するに腰のところに巻くようなもの。 それをかたどっていいるるという考えがあるんですでその根拠がですねこの黄色という文字の文字がこのトーランっていう書いてあるんですけどねこのどこにはトーランという学者がですね言うにはですねこの,あの黄色これも黄色という文字を使ってるんですけどもこうと言ってこれは言ってみれば玉出てきたですね宝石がついたですね豪華な服みたいなものを意味しているとで。それを あの意味してる漢字であるとこれが玉杯の帯って書いてあるんですね言っていれば玉がついたですね玉を履いたですね履いたっていうのは身につけたですね帯の形であったという説を唱えてるで私はその根拠はすごくあると思うのがですね あの,このもともとこのこういう字我々はこういう字を書くわけですけどその玉でついたその,あの服のようなものをですねあとの青春晩期ぐらいになるとですねこの形でできて今の漢字に近いんですけども初期はですねこの形でそういうふうな意味として使われてたということが文脈の中から分かるということで,ですね一つちょっとご覧に入れたい資料があります。それででここののの今度は金文から取ってきたんですけども,もうこの2つの の金文を見ますすとですねここにそのさっきの部品があるんですけどもここの文脈において見てみますとですねこれは王様が歌手に対して挙げた貴重な言ってみれば宝石とか豪華なもののリストというかそういうものがあった中にですねやっぱりこの「どうこう」という字でこの黄色という字がこの意味として使われてるということが言えるんですね。しかもこのこうという字が今度は 今我々があの歴史的に先祖からずっと本を書き続けて伝えてきたような文献があるわけですよね。今度はそのこれは出土した考古学的もしくはあの発掘されたです、ね、資料から見た。今度はあの文献から見てみますとこの作公とかですね友公とかですねこの友公ってこれは友っていうのは黒いっていうだから黒い同意とかそういった意味になるわけですけども。 でそこにはですねやっぱり「公」は背玉の公であるっていうふうに注釈が加えてあるので玉と関係している文字だということがここで文献とも見てもわかるということでですねであのこの公っていうのはいろんな意味が当時からあったみたいであの馬車のその前に渡してあるやっぱ車ではバンパーみたいなものかなその横にある木みたいな意味もあって。 そういう意味でも使われたりするっていうこともあるんですけどもこの文脈の中では間違いなくあの服としてそれしかも玉と関係するような形として使われていると言えるんですね先ほどのところではですねこのこういう字が黄色っていう字がこの玉を履いたですねつけたあの服とかに相当して使われているという例として見たんですけどももともとですねこのこういう字がですね この、また別の意味で、先ほど話したみたいに漢字というのは、その元々あった文字に、辺と作りで、作りの部分がありますけども、その辺の部分はいっぱいくっつけることによって、後で分化していったという、増やされていったってことですね。そしたときに、元はですね、この黄色という字、このこうという字は、これは玉を意味していて、ここにあるですね、青春の本物の実物を見てみますと、青玉でできたですね、龍門こうっていうの。こうっていうのはこういう形をしたですね、 あの玉の、あのー、アクセサリーを意味しだいたとでちなみに「壁っていう完璧のへきなんですけどね「完璧って言葉は戦国時代にあった玉に関係する言葉で、あのー、その辺りは辞書を引いていただけると皆さんどういう意味なのかなってどういう由来があるのかなって見ていただけると思うんですけどとにかく玉と関係あるんですけどもこの丸で全部丸であるものが。 あのー、壁と言ってで、それを半分にぶった切って切ったような。ここだけのこの形があのー、これをこうと言うんですけどもでその漢字として使われているで、ちょっと後になると玉という字はですね。こういった。 ビーズがですね紐 <laughs>、あのー、に通されていっぱいビーズがあるような形これ紐なんですけどねビーズがあるような形それから少しずつそれが少なくなってこういう形になってで O とね似てるようにいってしまうんだけど中間がここはちょっと膨らんでるようなでここにこれがついてますねだけども最初はこの形で書いてたということだから私はね考えたんですけどもね思ったんですけどもこの 上のですね、このなんか U 字型みたいなこの形ってこれ何からきてんのかなと私思ったらこれからきてんじゃないかとこのこうからもともとこのこうっていう字はこのこの玉の製品この玉のアクセサリーのこの形を片たった部分がここであってでこれでそうして意味で使ってて黄色というのは玉の色が黄色の玉もあるんですけどもねこれは正玉青だったけどあの白っぽいけれども。 あの黄色い玉もありましてねそれちょっとご覧に入れたいと思うんですけどねそこで先ほど言ったようなこの「こう」というものがですね黄色と結びつけられる理由はこの玉の中にはこの黄色い玉があるわけですよねだから玉の色からもともとこの玉そのものをこの「コウという字で表していてこの黄色という字今使ってる黄色で表してたんだけどある時からこの玉の色から意味を引き出されて黄色っていう風にいっちゃったんじゃないかと。 で黄色の日本に行っちゃったものがこの本当の玉の方を意味と区別ができなくなっちゃったからこの辺とあの玉をつけてこういった辺,辺と作りの漢字を作ったんじゃないかということを私は思ったわけですね。でそこで見てみるとですね当時の文献を見てみるとですねやはりこの,この青い壁先ほどの青い玉青の壁って書いて黄色の層ここでちょっと。 いろんななんか玉の製品が出てきたんでちょっとね玉についてねさらっとねちょっとあの相関して見ていきたいと思うんですけどね漢字だけでああだこだいって言ったらですねあのやっぱりあのイメージできないということで,ですね玉でもいろんな形のものがあってでそれが漢字でどう書かれてるかって対応しながらちょっと見ていこうと思ってですね実際ですね私一個一個ですね当時のものとですね全てですねこれ用意してきたんですけれどもまずこのずっと言ってた この金という字がありましたよね黄色とは別に金この字もありましたよね缶の,あの右側に関係するんじゃないかということでこれもね玉に関係している文字としてねこれが最初の金字に,にこれを借りる借,借りっていう字なんですけど貨借,借っていうんですけども金という字にあのをですね借りてしまってこの玉でできた製品のこのアクセサリーを これをすって書いたんですよねだからもともとこの字も本当は玉っていう字がこっち側にあの辺がついてなかった形であってだから先ほどの黄色っていう字もこっち側のですね缶と同じ形してますよねこのこのこの焦点見ると覚えてましたそうするとこの2つの文字っていうのはもともと何か玉に関係してたんじゃないかっていうことを私は感じておりましてねそうすると見てみるとこの,あの玉の種類について ますとね、この「小」っていうのももともと玉っていう字が付いてなかったけどこの形の玉ですねこれはやっぱりあのナイフに近いよような形ですよねそれを本当は青銅器とかあの金属でできたものだけど玉で作ってあるし今度はこれはですね「うっていう形これも玉の形ついてましたけどもこれは何を意味したかこれ長くなっちゃってるんですけど1個のあれでするとこれもいろんな説があるみたいなんですけども了承文化っていうのがですね中国ではですね あのー、金とかそのダイヤモンドとかよりもですね極っていうものをですねもう,起源もう陰とかもうその前の時代からずっと愛好していましてねその層っていうものはねこれはもともとブレスレット要するに手腕にはめる輪っかみたいなものゃったんじゃないかなっていう説が1個あって。 でも最終的にもうこの後の時代になってきているともう異神物みたいになってその権,権力の象徴みたいになってしまうので元の形のわ分からなくなっちゃったみたいだけどもそういった説があるということも耳にしたことがありましてそれとあとこれがですねあの玉の形でこれは K っていうですね玉でこのこの K ですねこれはもともとこういう形をしていた玉の形で これが最初の形は字はこういう形だったんです。この K という字はですね、土々って書くんですけども、この形してたと。これ今、まあつ、今書けばこう,こういう形。これで、こうなっちゃったんだけども、でもこれも玉だった。それと玉のですね、虎のもあるし、形もあったし、で、あと玉、彼、これは武器なんですけどね。あの、これ本当に殺傷力のある武器で、で、これも玉で作られたりしておりまして、で、こと玉の咳、 これは斧みたいな形をかたどったもの。要するにこういったものもみんな玉に関係していて、それがあの輪,輪っかだとですね、この輪っかの真ん中のこの玉のこの缶はですね、これですね。ここの部分に缶があるし。で、これ頭がついてて、これ衣って字なんですけどもね。だからやっぱりこの衣、どういうふうに身につけたかというと、この輪っかはですね、この漢字を見れば、衣の中にこれ襟ですね。 でこっちがこれを合わせてるあの衣の合わせたこの、だからやっぱりその胸の前あたりにです、ね、この,あの輪っかをです、ね、ぶら下げたんじゃないかということを漢字の分析から考えられるんですけどもでそう言ってみたときにこのちなみに「そう」っていう字は漢字はこれは何をかたどっているかというとこ,のこ,これがそうなんですけどこれを上からこ見たときの形をしててるんですねこの、ね、の断面の形ですね。 これなんか最も,最もそうですねそれでこう問題のですね我々が漢字の「漢」という字がどうなのかって見てる中で問題になってきたこの字この形もそうだったこれもそうだったこれもそうだった2つとも玉にやっぱり関係した文字として出てきててこの上のこの「U」っていうのがやっぱりこのこれにこの形に関係しだからこの突き出ちゃった部分 形のものもあるんですけども、それは糸をここに通してこうこうやってた。あの形なんじゃないかなと。だから、これ自体をかたどれば u とか。この u に1本こうあるような形だけれども、それに関係するんじゃないのかな？っていうのを、これ中に糸が通ってますよね。このね。ここんところにね。糸が通って。だから、そういった形で見てみると、この2つの文字はかなり欲に関係した文字ではないかと。 で、この中で先ほど見たように、ね、青い壁、青い壁というのは、えー、これですね。これのこと、これが黄色いですけど。であ、黄色い、そう、これは黒だけれども、この、これのことを言ってるし、この青い K は、今はこれは黒だけど、K を言ってるし、で、これ、赤い小は、小というのは、これでしたね。この形してるものですね。赤いので作った赤い曲で、これはブルーだけれども。 で白い虎というのはこれは黄色だけでもこれは白い玉のもあるんですけども。ということで文献の中にはんというのはこれは黒ですから黒い項だからあこれは今これは黄色だからあの黄色っていう字がここから来たんじゃないかということであのこれを黄色にして持ってきたけれども黒いのも黒い玉で作ればそうなるわけだからそれでしかもここに注釈があって半分の壁が項と言いますよと。 要するにこれの半分がこうと言いますよって書いてあるんですよね。で自我っていうのはこれは同じような漢字を意味しているのここにも壁と今度はこれはあの円というのがあるんですけどもねこの円というのはやっぱりこのどういう意味かというと肉が倍あるものが壁。要するに壁っていうのはこれちょっと本当はねどっちかといったらねこれは自我という辞書はもっと後の時代なんですけど戦国時代より後になってくるともっとこれをね分類してって この中の中、ね、穴がが、ね、ちっちゃいやつがです、ね、壁なんだと本当はこれの分類で言えばこれは円か缶ぐらいなんです要するに肉,肉がかなり分厚いやつが要するにこの玉の部分が分厚いやつが壁といったとで中ぐらいが円といったとこれでもうほとんどもう中があれでもう、えーあのー、言ってみればこのードーナツみたいにね中が大きく開いちゃってるやつが勘だと。 輪っかですからね、漢という字は輪っかという字で今でも使うから、そういう意味であれなんですけど、でも当時はまだそんなに区別はなくて、実際これはこの碧というので、みんなで統一してたみたいであ、その後の時代にこうやってちょっとあの分離されたというようですね。ところでですね、あのこの甲骨文字の資料を2つ出してきた理由はですね、今度の 考えもう一つの考え先ほど見た感じではですね黄色という字と玉が関係してくるんじゃないかもしくはですね金という字と玉もかなり関係してるんじゃないかと今度は黒と黄色が先ほど似た形をしてるっていうふうにお話しましたけどねそれを見てみますと同じようなですねあのこう恵むっていう字は同じありますしここにこれが黒という字ですねこっちが黄色という字ですね。そうすると 人の中に上に輪っかがあるものと、人の下の方にあのこれがついてるものですね、あのー、ありますけども、この2つの文字っていうのは相当ですね、親戚関係にあるんじゃないかと、もう一つ感じた、一つの例としてはですね、この同じ文法的なあの形でですね、恵む黒い犬とか、黄色い牛っていう形でですね、この黒と黄色が似たように使われてるっていうことで、一つここを出してまいりました。 そして、ここで、また、黄色、金、黒、玉っていうものがあるところに戻ってきたんですけども、今度はですね、なぜ、黄色という字と、黒という字と、金という字が非常に似たような形をしていて、かつですね、甲骨文字の時は黄色と金はかなり形は違いますね、これは。しかしながら、この黒と、この金という字はですね、 もうほとんど頭のこれがついてるかついてないかだけ、もしくはこの下のこの山か火かっていった話ですね、いったところのこの部品がついてるかついてないかはありますけれども、この部分の字の形というのは非常に、特にこれとこれなんかは似てますよね、ほぼ。同じ形、同じ構造をしているということでですね。で、見てみる見ますとですね、やっぱりこの黒とか黄色っていう色、色の概念っていうのはすごいやっぱり表現が難しいから、 その玉の色の意味からですねこれ黄色という意味を引き出してきたんじゃないかもしくは黒のという意味を引き出してきたんではないかと考えたわけですねつまりあのー、先ほど見たこの中でも玉ではですね黄色い玉もあれば黒い玉も結構多くあるあとは白いものもあればあの赤いものもあるし青もあるんですけどもやっぱりこの色を。 表現した時には黒の玉ってて結構多くて黒と黄色というのはやっぱりこの玉に関係して生まれてきた感じではないかということを非常に私は強く感じたでその理由はですねもう一つ言えることはですねこちらもこちらでもそうなんですけどもあのは意外と少少ないんですよすよごく少ないあのー、金文とか甲骨文字とか古い時代の文字の中で玉に関係する文字っていうのは大体10 からいいしかないんですよねその中でこの金という字の玉のこの形が伴う前の形のものも出てきてたし黄色という字も関係して出てきたし15個か20個ぐらいしかないような中で,ですねこの玉のに関係する系列の漢字の中でこの部品を持つものがですねこの3つがですね結びつくように出てきてるということはですね非常にやっぱりこれは玉とこの黄色 黒金という字は非常に関係あるということは私非常に強く思いましたそしてですねこのスライドをもう一回出しましたけれども先ほどは右側の方のこの黄色という字がこうというのと関係してきてそれが玉と関係するところでお話しましたけれども今度こっちを見ますとですねこれは春秋戦国ぐらいのかなり金文ではもう新しいこう右側こっちはあの 新聞で,、ね、ではです、ね、初めてその中国で一番大事なです、ね、皇帝というあの中華民族は全てがこのあのあの皇帝が出たというような主張が、ね、あ,ありますよねで皇帝というのがこの中華民族の子祖だというようなでそれが初めて出てきたです、ね、金文がこちらにあるんですけどもどこにあるのかちょっと見てみましたああ見つけました、ここですねこれですね。 これが皇帝って書いてあるんですけどもこれがあの中華民族のしもう始祖であるという皇帝が初めて金文で出てきたこの中で出てきてこのやっぱりこの皇帝ていう字がですねあの黄色っていうふうに考えてるけども私は玉から結びついてきましたよねそれで中国では非常にその玉というものがあの皇帝とかその王様とかのですね威信物として非常にその だからこの皇帝というこの肯定という意味もですねやっぱり玉と結びつけて考えると非常にそのすんなりいくんじゃないかなっていうことも感じておりましてこれはこういう説をちょっと言ってる人は初めて見たからあの今回ですねあの全て次元に関係するものを、ね、整理していく中でちょっと思,い思ってみたことで。 こういうことを言う人の方は初めてかもしれませんけれども一つの考えととしししててですねちょっとお話してみましたやっとですね我々今までですねいっぱい細かいことをやってきましたけれどもここでですね「勘という字がですね何を意味してたのかもうすべてそれを理解するための一個一個の細かいことはですね先ほど全部お話ししてまいりましたので、まあ、あの最後まとめて考えてみたいと思います。 それで,です、ね、一つ、その漢という字、この字が持っている意味として考えるとです、ね、文献の中ではどういうふうに使われているかというと、例えば、司教の中で、司教というそのあの紀元前の修王朝あたりで読まれてたあの詩ですよね、漢詩。漢詩のもう源流。その中の詩文の中ではです、ね、この漢という字は、天に漢、ね、があるとい,いうわけなんですよ。これ、天に漢ありって書いてあるわけですよね。 でこの天の漢というのはこれはね天の川という意味でもこの漢は使われておりました。で、もう一つ、説問開示。これは漢のの和の国王と同じ時期、今から2000年前、ちょうど五漢の時代ですね。もう漢王朝だ、五漢だって言ってきた。その時期にいた学者、あの教神という学者があの表した辞書なんですけれども、すごく大切な辞書。でその中では あのー、やっぱりな、あのー、流れとかそういう意味であってでそれはあのー、要するに、あのー、川の名前だということを言っているしであともう一つはここで「なん」という字先ほどこの「なだ」という字がですね「これん」に読めるというのは別のルートから、あのー、少し、あのー、言ってみましたけども。 ここから見てもですね、この何という字、三水に難しい、この鳥がついてるバージョンもこの声だというふうに書いてあるので、あのー、そういった意味ではですね、こ,のこれとも結びつくっていう一つのもう一個のいい証拠もここにあるわけですよね。で、そういう意味で見てみますと、この観という字が持っているこの特に左側。 側の水ですけど右側のこちらの意味としてはですね黄色という字にも結びつけられるしかもこの,あの金という字も結びつけられるということででですねで面白いことに今まで見てきたように黄色という字も金という字もでこの黄色の部品であるこの黒という字もですね極に関係するんじゃないかということこれはすごい面白いって言ったら変ですけど自分で言ったら変ですけどもね あの調べていく中ですごく今回缶について私ももう全部それに関係するですね文字資料これのもう何十倍ぐらいもですね量をいっぱい集めてきちゃってでその中でこれを圧縮してですねそれでも多かったって怒られちゃうかもしれませんけれども,でもやってまいりましたんですけどもその中で見えてきたことっていうのがこの玉黄色黒いとかそういう概念も玉から出てるこのわずか。 金あの金、あのー、例えば金河神念の金イソシウムの金これもこの字から出てくるどうしてるかって考えるとこの U のこの部分がそのこうっていうこの、あのー、玉に関係するんじゃないかとかあの話してきましたけどこのこの部品ですねあの突き出てる部分と突き出てないのもあってっていう話があってそれでこれは糸が取ってんじゃないかとか言ってですね玉に関係するんじゃないかと。 でこの下の部分は火と山と難しいんじゃないかと。で火だとあーこう山だとこうで光骨文字でほとんどもう差がないように見える。だけれども金文あたりではやっぱ山で最初作られたんじゃないかということを考えられる。ということはこれももともとは山の上にです、ね、玉をつ,くつけた人が登ってんじゃないかとか。でそれはどういうことかというとあの中国にはすごい。 最後に出ててきたた皇帝っていううのももそうだってありましたけどもねやっぱり黄色っていうのそれの元のイメージは玉と関係してるんじゃないですかその玉っていうのが異神罪としてすごい権力とか権威を持った人間のそういったものを代表してるというか玉を有する人がすごいあの立派で偉い人だっていう意味ですごくね中国においては先ほどの玉というものをですねすごく大切な宝物であったわけなんですよね。 でそれをつけた人がこう山に登ってるというのはあの例えば始皇帝なんかもそうだし秦の始皇帝ぐらいのもうかなりの後の時代ですよねこの時代から言えばですね最後の,この時代であってもですね昔から中国ではあの皇帝になったり王様であったりがですねあの山に登る山に登るというのはです、ね、天に近い部分からであるという考え方があってで山に登るということでですねそこでですね 儀式をすするんですよね山の神様とか天にですねあの自分の即位なんかを伝えるようなんですね儀式をするそういうことの意味にですね関係してるんじゃないかということが言えるとそうするとですねこの金華新年の金っていう字がですね慎しむですよねこれ慎むっていう意味も引き出せるしこの金労感謝の金で勤めるっていう意味ですよねそれもやっぱりそういった あの一生懸命やるっていうそういうあのことをイメージから引き出せるんじゃないかということがあの考えてましてそれでこの「基金」の「金」とかですね「この苦しい」とかですね「難しい」っていう字ですねこれなんで鳥で書いてあるけどこれ今はこの「難しい」っていう感じですよね「何」なんていう字こちらはあんまりいっぱい喋りはしなかったけども一つの時系列としてあれでしたけどもこれなんかは「わずか」とかあの「苦しい」っていう意味はですね もともとこういった儀式をしているのは雨乞いの儀式なんかをね当時なんかしてたらしいんですよね。そういったものがあの文献にもよく出てたりしてでそれは山の上に登ってしていたということからそこからこういったあの意味も引き出せるんじゃないかということでですね考えられると。それともここで四教の中で「漢というのは天の川あの要するに天の川を意味してるんだというのも天というイメージから それと意味,意味がです、ね、引き出されるんじゃないかということで非常になんか合理的に全ての意味がです、ね、文化した意味がです、ね、導き出せるかつそのやっぱり漢という王朝が漢という漢水からというその地名から出たということも考えられるけども中国の王朝がやっぱり自分の王朝のもう正式な国の名前のようなものですよねそれを決める時にはその漢字というのはものすごくやっぱり大事なわけですね。 もう自分たちしかも今で言えばもう中国は漢民族っていうぐらいですから自分たちのアイデンティティみたいなんです、ね、う意味にもまでもなってる、まあ、当時その漢王朝の時はこの王朝名ってそこから出てるわけですけどもやっぱり漢という字はすごくこの右側のこの意味はですねその玉とかそういったものとか非常に高貴なもので皇帝も出てきてしまいましたしねそれぐらいやっぱり大事な意味を持ってたということが。 これだけの字の例を見ながらですね、一つ一つずつちょっと字が持つコン中心のコンセプトというのはどういうものなのかっていうのを見ながらですね、考えていけたんじゃないかと思います。で、ここでですけれども、 最初のところでねですね実はこの寒定時の語源についてはもう本当に難しいといろんないろんなねこの特にこの黄色っていう字もそうだったしこの金という字もそうだったしいろんな学者がねいろんなあの説を出しててあの難しいんですけども私があの最後にねまとめてみますとね こういった語源を考えあ次元を考えるときにすごく大事な語源もそうですけども考える時に大事なことは、元のあったイメージを考えるためには、一番最初のね、その象形文字に近かったような状態を理解しておくこと、それをまず押さえて考えること、あとにどんどんなまっていったとっいうこともですねあの、ちゃんと認識をするという、その時代の流れですよね。これ全部同列に扱ってしまうと、文字がぐちゃぐちゃになってしまうので、まずそこをきれいにまとめたと。そういういことと同じで 文字とか何かの形というのは何かしらののかたどってるんですけれどもそれを見た時には似たその部品があるものは同列のイメージとか考えが含まれてるんじゃないかということを推測する一つの手がかりになるということですね。 あのそういうことも考えておりましたしそれと一つの漢字に対してですねあの一個一個の,その意味が増えていくときにはこの同じその部品が付いている時に返答と作りどん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 後で意味が広がっていった時にあのこういった新しい部品を付けることによって区別をしたということですね。それが言ってみれば我々が使っている部首みたいなものになってつながっていくんですけどね。でそういったことも話をしました。ということで結構今回はですね 漢という字を一つテーマにしながらですね漢字のその仕組みというものを簡単にパーッと見入れたんではないかと思います。どうも今回はなかなか <laughs> いろんな話が出てきて、えー、エキサイティングすぎたかもしれません。あのだけれどもねこういったことをね一個一個ね考えていくっていうのも面白いことで,で私がいろいろこういう話をいっぱいあの材料をたくさんこういうふうにあの おお出しししておりましたのであの皆さんももしこういった次元の中に興味を持った時にはですねここにあるこのいろんな引用してきたものっていうのはですね非常にこういうものをまとめてこられたあの金文とか甲骨文字の専門の辞書がありますのでね今度いつかですねこれの今回はまあ「かん」という字をバーって見てみようってことだったんですけれどもいつかこの文字を分析するためにどうしたらいいのかっていうですね あのこともお話できる会があったらいいかな、ということもちょっと思いついて起きておりますので、今後ともですね。あの、何卒よろしくお願いいたします。これでこの youtube の中にはこの？動画のチャンネルをですね。登録したりですね。そういった機能があるということで、私は始めたばかりですけれどもですね。少しずつこれからどん,どんどん増えてきますのでですね。どうかあの温かいご声援を。 お願いいたします大変あのー、話がしすぎてしまいましたけれどもあのー、楽しく話できたかと思います。ありがとうございました。